ひとっ風呂浴びてさっぱりしよう。僕は何も君から奪っていない。僕はいつも正直だよ。僕自身のあれ忘れちゃった。ああもういいや。しかしまるでホテルのローマプールだな。こんなでっかい風呂作ってどうするんだろう。金持ちの考えることはよくわからないや。あれ誰だろう。入浴中って張り紙してあるから女の子じゃないと思うけど。お、女の人だぞ。まさか美月。あの一緒に入ってもいい？いや、そんな美味しい展開になるなんてありえない。あってほしいけど。部長どうしよう。変な誤解をされたくない。え、誰かいるの？僕です。入浴中って張り紙しておいたんですけど、見ませんでした。ああ、私コンタクトなんて全然ダメなのよ。ああ、私の裸を覗こうと。年上の女性は対象外なんで。悪かったわね。失礼します。まあ言ったな。覚えたセリフ全部吹っ飛んじゃったよ。あれこれ部長の？あ、美月。あれ入ってたんだ。ごめん。びっくりした。美月も風呂？うん、眠れなくて。そっか。あ、でも今は部長が入ってる。誤解される。この状況では。どうしたの？まだ誰か入ってるの？いやまあなんていうか。あれ、その顔君の？知らない。誰かの忘れ物じゃないかな。あ、そう。誰のだろう。ごめん、そこの顔通ってくれる？あの美月、まずい。完全に勘違いされたぞ。それにしてもなんていうタイミングの悪さ。きっと神様は僕のこと大嫌いなんだ。ねえ、カゴ通ってよ。もうダメだ、完全に誤解された。どうしよう、このままじゃ。雪で全然見えないですよ。あ、そう。じゃあ出たら部屋に呼びに来てよ。いえ、もう出ますんで。それでは失礼します。まあ、いったな。お、追いかけなくちゃ。みつき。どうしたの？どうしたのって追いかけてきたんだよ。急に走り出すから。それにさっきの風呂でのこと。うん、分かってるよ。別に勘違いしたわけじゃないの。そう。おかしいよね、僕。記憶なくしてるのに。きっと本当の僕は君のことなんて何とも思っていないはずなのに、なんでこんなに悲しいんだろう。君は僕のこと
同情してくれてるだけなのに、記憶なくしてかわいそうだからって優しくしているだけなのに、分かってるのに、なのに僕は君に寄りかかりすぎてる。本気でそう思ってるの？本気で僕が同情だけで美月のことを。でも今の二人の関係はずっと続かないと思ってる。今の美月は本当の美月じゃない。僕の記憶？正直言って怖いよ。明日にでも急に美月の記憶が戻って僕の元から離れていく。君だって僕の記憶が戻って本当の僕のことを知った時、僕の元から離れていく。そんなことないよ、美月は美月。どんな記憶があったとしても君は君だよ。なんかこんな時にずるいよね、僕。こんなこと君の気持ちを動揺させるだけだもん。君に寄りかかりすぎちゃいけないっていつも思ってるけど、でもちょっとだけ、今だけちょっと寄りかからせて。僕がいるといろんなことが起こって迷惑かけてる。君にも英検のみんなにも。誤解を解きたい。とにかく篠原部長とは何でもないんだ。たまたま勝ち合っちゃって、その誤解だけは解いておきたいんだ。それに信じてほしい。僕は美月を裏切らない。それに美月のこと決して同情なんかで優しくしているんじゃない。それだけは信じてほしいんだ。とにかく戻ろう。部長も心配してるよ。まだまだ愛が足りん。もっと彼女のことを考えてやらねば。うむ、その通り。90%、えらい。もう一息だから頑張れ。これはつまり、え、なんかこんな時にずるいよね、僕。こんなこと君の気持ちを動揺させるだけだもん。君に寄りかかりすぎちゃいけないっていつも思ってるけど、でもちょっとだけ、今だけちょっと寄りかからせて。僕がいるといろんなことが起こって迷惑かけてる。君にも英検のみんなにも。考え方変えてみたら。例えばこう考えたら、君が狙われてるんじゃなくて主演女優としての君が狙われてるんだって。え？つまり誰かがこの映画の完成を望んでいないから君に災難が降りかかる。ほら、こう考えればそっか、なんだ、僕のせいじゃないんだ。とにかく戻ろう。部長も心配してるよ。うん、心配かけちゃってごめん。これからも僕のことよろしくね。司法は私のもの。お前に渡すくらいなら、このまま飛び降りて私と同じようにこの世から消してあげる。待って、美月。いや、志保ちゃん、思い出すんだ。君のその人格はお姉さんのもので、君のものじゃない。
今助ける、頑張って。ありがとう。あなたは私を愛してくれた。記憶をなくした。こんな私を愛してくれた。嬉しかった。本当に嬉しかった。美月、そんなこと言うな、頑張れ。助けて。僕、死にたくない。まだ死にたくないよ。君は死なないよ。大丈夫、僕の撮った映画見るまでは。君は死ぬわけないさ。そうだよね。まだ映画見てないもんね。もうちょっとで完成するんでしょ。あと少しだよ。完成したら一番最初に美月に見せてあげる。ほら、片手を伸ばしてこっちに。もう少しだ。そうしたら。もう少し。そう、もう少しで志保ちゃんは私のもの。これで志保ちゃんはいつまでも私と一緒よ。おい、二村、クッションは。この事件、一人で解決はできん。協力は絶対必要だぞ。うん、その通り。マジか。マジかしか言わんな。バッドエンド14、姉妹。君の気持ちを動揺させるだけだもん。君に寄りかかりすぎちゃいけないっていつも思ってるけど、でもちょっとだけ、今だけちょっと寄りかからせて。僕がいるといろんなことが起こって迷惑かけてる。君にも英検のみんなにも。戻った方がいい。とにかく戻ろう。戻って部長に話を聞いてもらえば。誤解だって分かるよ。別に誤解なんか。僕っていつも邪魔者。僕なんていない方が。何言ってんだよ、そんなことないよ。だって僕はこうやって追っかけてくるのが証拠だよ。心配しないでいいよ、僕を信じて。心配かけちゃってごめん。これからも僕のことよろしくね。いや、ちょっと待ってくれ。殺したいなら殺せばいい。だけど痛いのは嫌だ。それに好きな子に殴られて死ぬっていうのもなんか浮かばれないし。このまま俺を押してくれ。それが一番君にも僕にも楽な方法だ。さあ。分かった。あなたの思い通りにしてあげるわ。まったく誰も彼も司法司法って。私の立場はどうなるの。で、寄ってくる男って言えばろくでもないやつばっかし。男なんてみんな同じなのよ。さよなら。司法には遠くに行っちゃったって伝えておくわ。それじゃ。何する気。やっぱり伝説って本当だったんですかね。バカなこと言わないでちょうだい。でもこうやって実際目の前で飛び降りが。分かってるわよ。だから言ったのよ、完成するまで恋愛はご法度だって。どうして守れないのよ。バカバカ。
もっと彼女のことを考えてやらねば。うん、その通り。終焉。二村も本当に飛び降りるなんて考えてなかったんだろうな。今は考えなくてもいい。今はそんなこと考えたらダメ。何も考えないで僕の肩の心地よさを十分に堪能してほしいな。そうだね。君は今世界最高の肩の持ち主かもね。分かった。志保には遠くに行っちゃったって。気がついた。よかった。まったく、あんた人に心配かけさせるのだけは天才的ね。運が強いところもですね。そうね。でも本当によかった。あの時ギリギリ間に合ったけど、一歩間違えたら今頃僕葬式で黒いスーツ着ることになってたかもしれなかったんだよ。まったく、こっちの寿命が縮んだよ。まあアイディアは良かったんだけど、もう二度としてほしくないわ。おい、生きてるだけでもめっけもんだぞ。なんとか言えよ。あなたたち誰ですか？え？なんですって？それに僕、なんでこんなところに。あ、何ふざけてんのよ。しっかりしなさい。僕は誰？わからない。何も覚えていない。思い出せない。僕は誰？ここはどこ？そして君は一体誰？ふふふふ。え、これ美月どうなったんやろ。この事件、一人で解決はできん。協力は絶対必要だぞ。うん、その通り。自分の記憶が飛んじゃうエンドなんやね。記憶。僕は夕方に起きた植木鉢の件を二村に話した。そりゃ僕だって気になるけど、英検の誰かとは思いたくないな。そうだけど、偶然上から植木鉢ってのはきついよ。それは日頃の君の行いのせいでしょ。それとも誰かに植木鉢落とされるような心当たりってあるの？いや、あるような、ないような。なんかはっきりしないね。田村はこのシナリオどう思う？よくできてるよ。今のサイコパス映画のブームを予感させるなんて、とても10年前に書かれたものとは思えない。俺もこのゲーム25年ぐらい前に作られたゲームやとは思えない。シナリオの噂が気になる。実はさ、友達から聞いた話なんだけど、その友達は昔僕たちの大学の近所に住んでて、家が定食屋を経営してたんだ。そこは当時の英検のメンバーがよく出入りしてて、その友達は暇な時は撮影現場に連れて行ってもらったりしてたんだって。そしてその当時の英検のメンバーも学園祭に出す映画の撮影で張り切ってた。最初は和気あいあいと撮影していたらしいんだけど、途中スタッフの中で意見が分かれて、だんだん険悪なムードになっていって、スタッフは一人離れ、二人離れ、とうとう監督と女優二人しか残らなかったんだ。その友達はどちらかというと離れたスタッフたちと仲が良くて、
部室に遊びに行くこともしばらく遠ざかっていたみたい。そんなある日、遊びに熱中して夜遅くなった帰りに主演女優に偶然会って、これから撮影があるから手伝ってほしいと言われたんだ。友達は監督は嫌いだったけど、その女優さんは綺麗で優しい人だったんで手伝うことにしたんだ。で、今夜の撮影っていうのが屋上から飛び降りるっていう噂のラストシーン。その時女優はちゃんと命綱つけてたんだ。でもまさかそのシーンの内容が飛び降りるなんて友達全然知らなかった。で、ちょっと脅かしてやろうとロープを緩めた瞬間、スタート！声が聞こえて女優が演技を始める。友達は焦った。まさかこんなことになるなんて思わなかったから。そして監督が慌てて屋上に来る。当然自分は怒られるに違いない、そう思うよね。こら、こら、お前何でもした、何でもした。とにかく逃げよう、そう考えてロープを使って罠を張った。冷静さを欠いた監督にそのロープは見えず、そのままバランスを崩して、こうして心中事件としての道具がきれいに揃った。それ本当の話？まさか。それでその友達は？死んだんだ、バイク事故で。死ぬ間際に僕だけにこの話をしてくれて、それで死んだ。死んだ？嘘だ。嘘？何が嘘なんだい。みんな二村の作り話なんだろ。あれ、バレちゃった。あっちお前のジョークは設定細かいんだよな。映画作るものとしてこれくらいの嘘はつけなくちゃ。あっそ、電気消していいよ。おやすみ。おやすみ。寝られそう？さらに目が覚めちゃったみたい。なんか真に迫ってたから、その話。だったら今までのラッシュ見る？明日の撮影シーン合わせのために持ってきたんだけど。何これ、まさか友達って。だって怖かったんだ、監督血相変えて階段登ってくるんだもん。僕がここの大学に来て英検に入ったのはこの映画を完成させるため。でないと死んじゃった女優さんに悪いもの。部長も意外と単純だよね。僕の書いたシナリオ作者からの偽物の手紙信じちゃうし。素敵だろこのラストシーン。ここだけはこの本物のフィルムを使わせてもらうよ。英検のみんなは他のシーンを完成させるよう僕のために働いてもらう。君も協力してくれるよね？もちろん。こわ、そんなエンドもあるんや。こういった怖い話はしない方がいいな。その通り。うむ、その通りしか言わんじゃないか。便利やな、うむ、その通り。俺も使おうかな。囲い目の音や。